腹減ったな。これは一体何だろう。腹減った。いや、何だと思う。腹減った。あ？なんでもない。ダちゃん、腹減ったぞ。どっかでなんか食おうぜ。また？さっきおやつ食べたろ。でも腹減った。なんだよ、人のこと妖怪腹減ったみたいに。違わないじゃないか。いいや、シーネちゃん、ここでクイズです。第一問、私たちの今いる場所は一体どこでしょう。なんだよ、チャチャ、地図の通り歩いてたんじゃねえのかよ。じゃあ僕が。僕たちの向かっているところはフラワー高原ですよね。ということは、フラワー高原ってことは花がいっぱいあるんだろ。なんだよ。チャチさん、こいつきっとリーヤの偽物ですよ。賢すぎます。あのな、俺に任せろ。おお、なかなかやるな、偽物め。これぞシーネちゃん。冗談冗談。くん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 、こっちからバラの匂いがしてくる。おワンマン坊や。ん？かわいい綿毛ワンマン、ラブリー。トゲが刺さってる。リンゴ組のバラバラマン先生。おや、君たちはバナナ組を卒業したシーネちゃんとチャチャ。バラバラマン先生。それにリーヤ君。そうですか、あの野蛮なラスカル先生を恩師と仰ぐよりもこの私を慕って。だって勝たなくてもいいんですよ。私に会うために卒業してからずっとここで待っててくれたのですね。ラブリー。なんですか。先生は感激するとトゲトゲが出てきて危険なんです。これほどまで私は嫌われていたのですか。そんなことないわよ、バラバラマン先生、元気出して。ちゃちゃ。バラバラマン先生。ああ、いつまでじゃれ合ってんのよ。やだやだ。やっこちゃん、いつの間に。そんなにびっくりしなくていいのよ。私はバラバラマン先生と一緒に来たの。ふーん。やっこちゃんはバラバラマン先生が好きだったのね。うん、よかったよかった。えい。何よ。セラビー先生にお手紙。やめてよ、誤解されるでしょ。私が結婚する相手はセラビー様って最初から決まってるのよ。てなわけで、フラワー高原に咲いているというお化け花の毒を取りに行くのよ。バラバラマン先生も。私の愛を受け入れた者にだけ私の目的を教えてあげましょう。結婚しましょうか。わかりました、話してあげましょう。何を隠そう、私はフラワー高原のど真ん中にバラの館を構えている貴族なのです。貴族。貴族だって。なるほど、それでトゲトゲが。その貴族ではありません。先祖代々バラの花を育て、その優雅な色とかぐわしい香りに命と財産をつぎ込んだ華麗なる特権階級のことです。要するに花バカの一族ね。え、あ、花バカか。なんだ、リーヤの仲間だ。そっか、普段はお花を売って暮らしてるんですね。はい、いらっしゃい。メッセージはどうなさいますか。こちらで愛のこもったメッセージを添えてお花をお届けします。あのね、私は教師です。私がやっこちゃんとフラワー高原に向かっているのはちゃんと訳があるのです。実はフラワー高原に異変が起きているらしいのです。私の命より大事な彼女にもしものことがあったら、あ、心配です。彼女？彼女？トゲトゲのバラバラマン先生の彼女か。興味あるぞ。君たちにも会わせてあげますよ。とにかくフラワー高原に急ぎましょう。ところで、どうしてチャチャたちはフラワー高原に行くんです？あのね、あのね、大魔王がね、おじいちゃんがね。え、おじいちゃんが大魔王？ああ、その、綺麗なバラの花を見に行くんです。大
ダメですよ、トシさん。僕たちの行動は隠密に。そっか、隠密よね。そのためにわざわざフラワー高原まで行くのですか。さすがはうらら学園の卒業生です。私は盆栽ではありません。いうことだ。こんないたずらをしたのは誰です。許しませんよ先生。危ない。なんて危険なトゲなんでしょう。それは違います。トゲは私のように美しさを合わせ持ってこそ許されるのです。チャチャ、お手並み拝見ね。よし、腕をトゲ抜き。これは栓抜きでしょ。腕をトゲ抜き。これはタヌキ。まあ、チャチャの魔法なんてこんなもんよね。こうなったら私がこのヤッコ印のトゲなしスキリコロリスーパーで、そりゃーやったがトゲないスッキリコロリだよ。ヤッコ印とスーパーが抜けてるわよ。それに私のおかげでフラワー高原の中に入れたでしょ。それにしても不気味ですね。山よりも高く海よりも深い、この私の愛を育んでくれたフラワー高原がこんなことになると見たくない。こんなフラワー高原は見たくありません。これで見えないわ、チャチャさん。はあ、お、うまい手じゃん。ちゃちゃ、私のためにありがとう、ありがとう。わあ、この色、ツヤ、いかにも毒の花ね。ワクワク。ドア。うらら学園の卒業生に何をするんです。クラスは違いますが、可愛い教え子に違いはありません。私は命を懸けて守り抜きますよ。バラバラマン先生、口はいいから何とかしてよ。話せばわかります。花は私の友達、花は私の家族、花は私の恋人なのです。さあ、私の胸に飛び込んで。噛みつきは俺の先輩、先輩特急だい。助けてくれたのになんだけど、先輩特許っていうのよ。おう、さあ行きましょう。おう、行こう行こう。いっぱい毒集めなくちゃ。ああ、そういえばいいんですか、バラバラバン先生を放っといて。平気よ、なんたって友達で家族で恋人なんだから。いいな、お花とお友達なんて。うん、助けて。友達じゃなかったみたい。なんだかな。よし、こりゃ。やべ、先生にも当たっちまった。先生、おい、生きてるか。大丈夫みたいですね。とりあえず安全なところに運んであげようよ。しょうがないわね。よくぞ助けてくれました、感激です。大魔王様の力をもってしてもここだけは変えることができなかったようだ、マッキー。しかしこのアリマッキーにかかれば。次はお前だ、マッキー。どれ、何、チャチャたちがやってきたでやんす、マッキン。あ、バラだ。あ、バラさんが。
先生がこんなの見たら泣いちゃうわ。バラさんがかわいそう。うんうん、まだバラの匂いがするぜ。香り。それもとびきり強い匂いだ。強いバラの香り。そうだわ、とびきり強いバラのエキスを取って香水を作るの。その香水をつけて愛しのセラビー様とデートするの。そしたらセラビー様はきっとメロメロよ。セラビーメロメロ。かわいくない。ヤッコちゃん、ほっとこうぜ。行きましょう行きましょう。まだ悩んでるな。相当ショックな想像したみたいですね。ううん、私のセラビー様への愛は変わらないわ。ごめんなさいセラビー様、私の想像力が貧困だったんだわ。え、ちょっと何よあんたたち、待ちなさいよ。こらやっと私のバラ園にたどり着いたぞ。いい匂いだけどちょっときついぞ。かっこいい。セラビー様、香水。あのマドンナローズは厄介でやんすな。でしょ、あの花がある限りフラワー高原お魔族のものにはできない。マッキン、偉そうに言うなです。みんなお前が情けないからです。一石二鳥のいい手があるでやんす。このバラ、自己防衛システムを持ってるんですよ。自己？なんだ？つまり自分に害意を持って近づいてくるものを。おじさんどうしたの？マドンナローズにやられたでやんす。マドンナズロース？マドンナローズでやんす。あの悪魔の花がフラワー高原をこんな不気味な森に変えてしまっただす。要するに自分一人が美しければいいのよね。わかるわ。マドンナローズをあのままにしておくと大変なことになるでやんす。綺麗な花ですけどね。その美しさが問題なのよ。見てくれマッキン、この傷を、このボロボロの体を。俺はこのフラワー高原をずっと守ってきた。花は俺の友達、花は俺の家族、花は俺の恋人。そう思ってきたマッキン。バラバラマン先生みたいな人ですね。俺だけじゃない、俺の親父も、親父の親父も、親父の親父の親父も、親父の親父の親父の親父も、以下省略。みんなマドンナローズにあっという間に食われてしまった。かわいそう。でもおじさんは大丈夫なのね。ああ、信じてほしいマッキン。おじさん、俺は信じるぜ。うん。ほりゃーだよし、マドンナローズポチコチになれ。あれ、ポチンコチンコチン。チャチャに任せた私が愚かだったわ。いや、こじるしの氷万年ゴールドスーパーヒュアー。な、なんということ。バラバラマン先生、私の愛するマドンナローズが。じゃあ先生の彼女ってマドンナローズだったんですか。あの花は悪いやつなんだぞ。何もしない者にとってはこの上もなく美しい花なのです。横島な心で近づくからマドンナローズが怒るのです。横島、
香水のことかしら。おじさん、怪我は？さっきまでと雰囲気が違いますね。行けーでやんす、アニマッキン。チャチャをやっつけるです。おう、マドンナローズさえいなけりゃこっちのもんよ。なんだぞ、俺たちを騙したのか。行くマッキン。俺様は魔族にその人ありと知られたアリマッキン様だ。邪魔なマドンナローズを凍らせてくれてありがとうよ。これでフラワー高原は俺様の天下だ。なんだぞ。私ったらバラバラマン先生のマドンナローズを。どうしよう、どうしよう。バカね、凍らせただけなんだから溶かせばいいでしょ。そうだったわ、マドンナローズの氷よ。そうはさせないマッキン。ダメですよ。早く切らないと株が栄養取られて弱くしまうわよ。いつまでも綺麗だと思ってるのは当人だけですわ。どういう意味よそれ。誰だマッキー。ただの通りすがりの植木職人 A です。同じく植木職人 B です。ふざけるな。バラにはアブラムシがつきやすいですから、20日おきぐらいに殺虫剤をかけましょう。はあ、チョッキンチョッキンバラチョッキン、チョッキンチョッキンバラチョッキン。なんなんだ一体。何をグツグツしてるです。早くチャチャをやっつけるでやんす。なんだお前、なんか俺一人でボコボコだ。また大きなこと。だいたいお前の頭に生えたヒゲが偉そうだぞ。触覚ガオ。そんなヒゲ噛み切ってやる。さて、俺様の触覚無視と何でも噛み砕くこの歯の獲物はどいつだ。赤くてちっちゃいのがチャチャでやんす。チャチャでやっつけるの、あとはどうでもいいんです。ねえ、汚ねえぞ。チャチャさんばっかり狙うなんて卑怯だぞ。汚いか、卑怯か、最大の褒め言葉だ。
ローチ。おお、私のマドンナローチよ。よかった。チャチャ、そろそろ来るぞ。用意しておいた方が。チャチャどうしよう、やっとフラワー高原から抜けられそうになったのに。まあ当分ここにいようぜ。私嫌よこんな生活。それにしてもしつこいですね。どうして私の愛を受け入れてくれないのです。先生はちょっぴり悲しい。マジカル曲馬団のスペシャルショーに無料ご招待だって。その上超特製ヤムチャセットのサービス付き。わーい、いただきます。あれあれ、みんなどうしたの。マリンちゃんがアヒルになっちゃって、オリンちゃんはモモンガ、シンヌちゃんは